ギュンター・フライ・ヘア・フォン・マルツァーンは、第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットで、ある。戦闘機部隊の第53戦闘航空団の、戦闘航空団司令を務め、騎士鉄十字章を授与された。騎士鉄十字章とそれより、上位の白洋付騎士鉄十字章は、戦場での卓越した行為や、軍事上のリーダーシップを発揮したものに授与された。 法的には、白洋付き士鉄十字章は、フォン・マルツァーンに授与された当時は軍人に与えられる、最高位の勲章であった。フォン・モルトソン・フォン・マルツァーンは1910年10月20日にポメラニアのボダルでフライヘルを名乗る資格を持つドイツの貴族の一家に生まれた。1931年には、騎兵部隊に入隊したが、すでにシュライスハイムの民間飛行学校で、 飛行訓練を受けていた。1930年代の半ばに、ドイツ空軍に飛行教官として入隊し、1937年に、第334戦闘航空団、第6飛行中隊に飛行中隊長として、配属された。同部隊は後に、第53戦闘航空団、第6飛行中隊に改称された。1939年9月に、 フォンマルツァーンは、第53戦闘航空団、第2飛行隊の飛行隊長として、ポーランド侵攻、フランス侵攻、バトルオブブリテンで部隊を率いた。1940年10月9日に、JG53 の戦闘航空団司令に昇進し、12月30日には12機撃墜の、後、部隊の組織力と指導力が認められて、騎士鉄十字勲章を授与された。 1941年に JG53 はロシア侵攻作戦に参加しソ連空軍に対して高い戦果を上げた。フォンマルツァーン少佐の戦果は43機に達し7月24日には騎士鉄十字章に白用を追加授与された。9月に JG53 は急速と再装備のために前線任務を解かれオランダへ引き上げられた。その後に 航空団は12月にシシリー島へ送られ、マルタ上空での戦いと地中海の戦いに参加した。フォンマルツァーンは1943年10月に JG53 を離入するまで68機の戦火を上げ、空軍中央司令部やイタリア戦闘機体総監で様々な参謀の役職に就いた。1945年に第9航空師団へ派遣され、 終戦まで同部隊に止まった。戦後は農業に従事し、その後ドイツ連邦空軍の立ち上げに関与したが、1953年に、フォンマルツァーンは年43で病気のために死去した。ギュンター・フォンマルツァーン大佐は、西部戦線、東部戦線、地中海戦線で497回の作戦飛行に出撃し、33機のソ連軍機を、 含む68機を撃墜した。ありがとうございます。